そのうち銀行やるか。その銀行員銀,銀,銀行編。悪口ですか嫌いだわ本当。いやーもう銀行鉄客やもう。<laughs> 人のお金で商売しといていで偉そうだね。<laughs> それではご覧ください。えですよ。はい、そのあのずっと孫徳さんがおっしゃっているその会長さんですか桜？会長というかだからそのホールディングスの CEO。はい。その人の。 ね、っていうか別にまあこの人のせいっていうか、はい、そ,それこそだから安高才の、うん、安高さん俺安高才安高才損保ジャパンの歴史をちょっと振り返るとですね、はい、えー高杉亮さんっていう作家さんがいるんですけど、はい、この人が書いた広報室沈黙すっていう、はい、えー、まあノンフィクションみたいな本があるの、はい、もううちうちっていうか経済界もね濁流って本ですげえ書かれてるんだけど <laughs> やったねうんあれ 俺がモデルかみたいに言われたけどあ,んあの時俺あんまりいなかったんだよな<ー>っていうその本で書かれているほど、えー、要は昔三好さんっていう社長がいてドン1930年代に、はい、その三好さんっていうドンがいたんですこの17年間ずっとやっていて、はい、まあ会社を私物化したというふうに言われているでその要は自分の個人的なその不動産会社とかにその要は会社の、えー、仕事を回したりいろんな <laughs> こう、ことがあって、ええー、それをこう書いてる、まあ、小説がある。はい、ま、ただ、あの小説はね、まあ、あの当時の人たちに聞くと、いやいやそれはこう、事実としてはそうだったけど、まあ、やっぱり小説だよねって、全然こう違う。はい、あの中に、みたいな村部長が出てくる。あの人は結構、中ではヒーローだったりとか、ね、ええー、その、一番ムカつくその加藤副社長っていうのは、実はその社内から、 えー、次になってくれっていうふうに押し上げられた人だとかっていうふうに俺は聞いてるんだけど、うん、要は何が言いたいかはうの、やっぱり長くて弊害をこう生む社風なんだよこの会社そもそもが、うん、その三好さんがなってね17年やった後に次になった宮武さんっていう社長がいるんですよ、はい、で実はその間に、えー、証券局長を大蔵省から当時の大蔵省から引っ張ってきて、うん、証券局長にあのー 社長を渡そうと思ってたんですよ、その三好さんは。<laughs> はい、あの、なんでかっていうと、や,やっぱり、旧財閥系が損保協会の会長になるけど安田んは慣れなかったんだよ。だ <laughs> まあ、火災から言ってるし。はい、なので、そういうこともあって大倉省とのパイプとかも考えたんだろう。で、その、なんつったかな、証券局長が来たんだけれども、やっぱり、こう、ドブ板の営業をするんですよ、損保会社は。 なんだかんだ、そのディーラーとか、酒飲み食わして、はいうん、えー、いろいろその代理店に頭を下げて回らなきゃいけないけど、この方は、それができなかったんだと、まあ、あの、小説では音出されたみたいになってるけど、えーえー、結局3年でこの人は出ていっちゃうんでしょ、えーで。その後になった、えー、社長さんの宮武さんが、あやっぱりや、これはそ、当時いた人に聞いてるので、本当かどうかはわからんよ。はい、人たちに聞いて、えー、できない人だったんだあの小説だとすごく、うん、 あれだったけどね。もう戦う社長だったけど。で、社内から、あまあ、この人変えてほしいというふうな声とかも出てきて、で、この社長が告発をするんですよ。朝日新聞かなんかに。<お>えー、社長のその不動産とかなんとか。で、えー、それで、えー、まあやっぱり、ね、安田がさいもうこうガタ揺れになった時に、後藤康夫さんっていう 社長さんんが出てくるんだけどこの人が、えー、その三好さんのお姉さんの弟だから義理の弟か。うん、で結局私物化してるみたいなことは言われるけれども、うん、中で言うといやあの人そのあのね主人公の加藤副社長だけどまあ社内ではとりあえずあのー、次何とかしてやってほしいっていうふうに、ん、し,して押し上がったというふうに俺は聞いてるんです。 五代さん、安尾さんはよく知ってる人で、ああちっちゃくてね、あの、コロコロしてて、女性に対してはシャイな人でね、でも、これもいて、あの、ある、あるもう亡くなったからいいかな。ある予定で、こう、見かけたこともあるな。まあ、これダメかな。あの時の秘書室長がお、俺に会って、なんか罰の悪そうな顔してたな、つけたけを持ってきて <laughs> <laughs>、うん。まあ、いいんだけど。そ,そうそう。で 53億円でゴッホを買ってすげえあ<ー>あのゴッホのひまわりで買ってすんげえこう批判もされた人当時の絵画としては最高額だよでもあの当時ね、はい、それこそ亮ちゃんのおじいちゃんのね斎藤亮さんの、ね、大正和製紙のね斎藤亮栄さん1枚100億の絵を2枚買ったね,その後ねゴッホとル,ルノワールか、うん、そう まあその後、えー、同じ業界の社長がえっ、ー、と100億を超えるバクチでするというまたこれ行動ブレーキングをしましたけどね <laughs> <laughs> 106億ですからこっちら超えちゃいまし、はい、後藤さんまだまだだね <laughs> <laughs> まあ吸ってねえからあっちは <laughs> いやいや結局もうあのあれしたってあの第一はあの両井さんが買ったのにしたって5個のあれだって、はい、価値は結局もうずっと下がっちゃったからね。 最近でもまた絵画ブームだからね<の>絵画ブームでね上がってるかもしれないな最近はね、うん、あれまだずっと持ってるのあれ持ってる統合記念美術館だから上にだからその三好さんの時に美術館もう損保、うん、ジャパンの,あの新宿のビルの上に建ててその当時もあの,あのビルもうあんなビルを建てて,ってそのあの要は規制業者がこんなことを派手にやり上がってみたいなまあ東京会場だって皇居の上に建てたしね、うん、あれも問題なったけどね一時期。まあまあ、あのさんのは その,のその後売られちゃってるけどね。バブルまあだから、ゴホはまだある。え<ー>いうふうにして、その、すごく、えー、なんていうのかな、あの当時で言った CSR、今で言ったら、うん、なんて言うんだろう、SDGs みたいなことにすごい関心になる人で、<laughs> どちらかというと、え、ね、そっちの方面にすごい力を入れてた。まあ、バブルの時代ですごく潤ってたこともあるから、金は使えたんだよね。で、この人もやっぱり10年、 やるんだよ、はい、でやっぱり長くなってきてでその次に有吉さんにその社長を譲るんだけど、はい、そのやっぱり長くやってきたあ会社長くやりたがるわけ、うん、みんな結局自分たちは本当は内気で6年とかもう6年で変わろうみたいになっていたのにしかも有吉さんはどちらかというと合理化合理化で今度厳しくなってくるから。 後後藤藤ささんんとは違った路線だからがへえまあそのまだ実力会長だったしんとも後藤さん知,知らん後藤さんあ会ったことない会ったことはないね業種的に会う理由があんまりなかったかで、でで漁師さんがええー、まあ辞めざるを得なくなって、えー、その平野さんっていう社長になるわけで平野さんも6年入ったらやっぱりやりたいわけ、うん もう結で平野天皇みたいなことを言われたんですよ。さすがに当時はもう金融庁になってたのかな。ちょっと問題だみたいな。やっぱり規制業種だから金融庁、まあ、特に大倉省とかの、やいろんな、まあ、横やりというか、<ー>そういうものも、思惑も絡んで,で、その時に、えー、政府、もう第三分野が認められて、損、はい、保も政府に入れるようになったから、第三分野で不払,不払いが起きて、だから要は、不祥事が起きたんです<ー>で、 平野さんは辞めざるを得なくなったの。結局。もう辞めたくなくて、が、もう、ドンみたいになって、ま、また、あの、腐っていく手前で不祥事が出てよかったんですよ。<ー>結局。で、その、平野さんは、あいや、不祥事で辞めたわけじゃない。全然違うって強弁してたけど、佐藤さんっていう真面目な社長さんに変わるんです。うんうん、その後にで。佐藤、佐藤さんの時に、やっぱり、こういう悪兵があるから、社長の任期は4年、会長は、 二年っていうふうに、損保ジャパンは一応こう、リリースも出して決めたんです。はい。で、佐藤さんは、まあ、真面目な人で、ほん、ほんとはね、社長になる人じゃなかったんで、あの当時、村瀬さんっていう人がいて、村瀬さんはね、いや、でさっきあの、カルテルの話がちょっとありましたけど、はい。これね、一番最初に出てきたのが、はい、東急グループからの話なんだけど、はい、東急が、 今年のその保険料は30億円って言われたわけ。はい、去年の保険料は20億だったのよ。<お>10億も一気に上がると1.5倍じゃない。はい、えって言って、東急があいみつを取ろうと。<お>って言って、各大手に出したら同じ30億で来たわけ。<お>なんでってなるじゃない。<お>これみんなでこうやって示し合わせたのと。<お>でい、いろいろ調べたんですよ、僕も。それは。したら、その、 東急グループはずっと特にまあ東急に関してね東急から出てきたら、はい、東急グループに関しては鷲みさん鷲み修造さんっていって、えー、東京会場の元社長の方ね、えー、が関西役に入ってるぐらい東急とのお関わりは古いんです、はい、昔ずっと歴代社会役員とかにその東京会場が入っていて幹事会社はもう買えない要はあいみつで下げたとしても買えないっていうふうにもう言われてるんですみんな。 だから下げたところで自分のところに回ってこないし、はい、でしかも要はこんなでかいだから30億の保険料っていうことは事故が起きたら何百億になるような保険を一社ではできないんです、うん、だからこれ共同保険って言ってみんなに割り振るんです漢字会社があって東急グループは東京会場が引き受けるけれども、はい、東京会場が30億引き受けてまあそのさっきの MS&AD とか、うん 損害保険に、じゃああなたはいくらでいくらで引き受けてって言って割り振るんですよ。これ共同保険って。<ー>基本みんなそうなんですよ。ほうほうだからさっき言ったみたいに、その、進行はできないって。一社でそんなもの受けられないから。もし事故が起きたら、そ,その、それを払うためにできないでしょ。うん、今までの両立とか見て、別にその、急激にみんなで示し合わせて30億っていうふうにしたっていうよりも、はい、彼らの話ね。業界の話を聞いてきたの、はい、いや、僕らも別にあいみつ取って、 え下がるんだったら頑張ったかもしれませんけどまあ要は変わらないので、うん、でしかもリスク,リスクはそれ,それこそだから2018年から本当にいろんなことが起きて、うん、俺も損保会社の社長に聞いたんだけどいや損徳さんね本当10年に一度と台風が毎年来るから。でね、本当にでん<や>まあで、まあ、さっきの話じゃないけどってほら東急高野で本当 30億の年間の保険料が3億のものを受けてっていうことは、何かあったら100億単位でしょう。うね、さっきのうちのうちっていうか大王製紙の,あの講話の話じゃないけど、それまで長年ずっと払ってもらってるから、その会社単位で見たら、それでも合うけれども、引き受けた途端にそんなこと起きちゃったらさ、大悪事だからね。そうそうそう、これまであの受けてたからね、あ,<ー>あの、ところだったら過去にずっと払い込んでもらってるから。うん 済むけれだ、ね、からな,なかなかリスク取るにくい、ね、まで、あ、でも結構そのコンソーシアム作ったりだとか、うん、ゼネコンとよく似てる感じ,じゃないその団子だとかそう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 だから彼らの中では別にそのカルテルをやろうって意識なくてもう業界慣習で,、うん、でいやまあそれはでもカルテルだよねっていうふうになってるという、うん、まあ 感覚がちょっとずれてるかもしれないけど、ええええ、別に指名者し合わせてみんなで高値でこうやってやろうっていう意識があったっていうことでもないらしい。いうん、積極的に手を挙げなかっただけで。それはあるよ。だって、精子業界にしたってね、どうせあそこ変わるわけないんで。うん でこっちにでもたまに引き合いとか来て何か使ってやってもいやこんなもんおとりで要するに今のところを下げさせるためのたたき台ねまさにたたき台なんで<ー>そんなもんお付き合いしてもしょうがないって言って出さなかったりだとか<ー>、ね、どうせ取れ,取れなくていい値段なんだから取れっこないんだから高い敵な値段出しとけみたいな感じになっちゃうよね。<laughs> まああるいはたまにねそしたらライバル会社に嫌がらせでね。 思いっきり値段下げてやるとどうせこっちに来ねえんだから安い見つめ出したけどもしかしたらこっちに来るかもしれないって <laughs> <laughs> でもこれカルテル自体はまあそうやって監修みたいなことになっててまあそんなにこう悪気がないっていう方は変ですけどグレーだと面白らしいけどねああでも今後どうなると思いますかいやこれはさすがに金融庁も入ってるから。えー きっちりやるんだろうけど、うん、まあ変わりようもないというか、うん、別に、えー、多分その本当に、まあ、まあ彼らの話でいくともうその要は両立的にもう ダイヤも過密になっているし、いろんな事故とか、いろんなその想定のものが起きないから、これくらいもらわないと僕らもリスク取れないんですよねっていう感じだと思うから、どこに出しても多分同じようなものが出てくるんじゃないかなっていうふうに。うまあそもそもだって、それくらいしかなくて競争はほぼないんだもん、そういうところに感じ、ね、変わりようもないし。うん、再保険出さないの出すよ。だから、うん、これくらいだと共同保険なんだけど、もっとでかくなったら再保険を出すので、再保険って、ねえー。再保険ってのはロイズとか世界。うん うん、特に台風なんか起きた時には払いきれないから <laughs>、はい、要はそれをもう<ー>一回、ねまあ、ちょっと解説しておくと、はい、じゃあも、えー、ともと日本もみんな海上会社、はい、海上保険から来てるって孫徳さんさっき言ってたけれども、まあ、例えば日本最大の、えー、東京海上ってあれ三菱グループ。はい あれは日本郵船を持ってたか三菱旧戦前の旧三菱財閥の機関企業の一つが、ね、日本郵船、はい、船の会社だからそれが世界中に輸出日本のものを輸出したり輸入したりする、はい、してたわけで当然保険、ね、当時嵐にあって船沈むかもしれないし積み荷がにあの水濡れして使えなくなったりとかいうところで保険会社も始めて結局両方とも日本最大の海運会社と。 損保会社になったわけだけだど世界的に見てもあのイギリスが作った東インド会社インドから東南アジアにかけての植民地支配したでそことものをやり取りするのにやっぱり途中で沈むかもしれないというんでできたのが保険組合がロイズなんだまあ、まあ、ベニスの商人も出てくるようにあの保険っていうのはまあその前からもう請、まあ、負としあのなんていうのかこの保険を受けるっていう人間はいたって ようなんだけれども、まあ、世界的にまああのた、ね、一番最初の講師とされるのがロイズ。でロイズって実際にはあれはね企業じゃないんだよね。組合の保険組合。だからそ,そこに富裕層というか超金持ちだったり機関投資家がその保険をまた受けるわけ。<ー>一種の投資。ほらね、ねっ、茂高さん詳しくないですけど出るでしょ。いつ来れば。<laughs> もう俺が言わなくてもすぐがまあ歴史的経緯の方はね、やっぱり当然、あの、勉強してるっていうか、ずっと耳に入ってくるからあれなんだけど。いや、普通知らないよ。まあ俺は知ってても。普通の人は知らない。へえっていうは。まあ普通じゃないから。普通の人じゃないから。変な人だからな。いやいやいや。あの、スパイク。一種のバグチなんだよね。ああのまあそうそう。ね。この船が、 無事に戻ってくるかっていうことに対して保険かけてるわけ。で、見事に帰ってくれば、だからベニスの商品のとこからそうなわけよ。あれ、株式会社もそこから始まってるからね。あの、船一層作って、で、マラッカ海峡まで行って、えー、故障を、あの、ね、積み替えると当時、故障ののは、なんだっけ、同じ重さの銀と同じんで、価値があったっていう。でも途中でナンパするかもしれないし、海賊に合うかもしれないっていうんで、自分一人じゃリスクを大きくするんで、 株主を募って、で、パーセンテージに応じて、成功した場合には、この配当しますよっていう形で、リスクの分散がか、あの、株式会社。<ー>だから、世界最初の株式会社は、西インド会社になるのかな東インド。ですね、うん、東インドですね。東インドか。うん、西インド会社はオランダの。だから、でも、だから今、マラッカ海峡っつったから <laughs> あの、俺はね、あの、胡椒は、あの、インドネシアのものだから、これはね、西インド会社なんだけれどまあ、イギリスは、 えー、東インド会社オランダ西インド会社、うん、っていうかまあまあまあそれは置いといてだから保険もまあそれに似たような発想で海上保険会社もできたとでロイズは組合組合というのはまあそこに「いいよって今回のこの案件どうする?」って言ったら「ああじゃあ俺がそのうちの,億あの10億分引き受けよう」だとかね「俺は5億にしとくわ」とか言ってそれで例えば「不保」っていうの保険で万が一おじゃんになった時には100億払わなきゃ嫌い。 っていうのに対してじゃあ俺がそのうちの10倍引き受けると。その代わり何事もなかったら保険料率のそのもらった料率の10％ももらうよっていうそういうマクなんだよね。解説されちゃった。はい。<laughs> ちょっと喋っとかないなと思って。<laughs> いやいや素晴らしい。ありがとうございます。うん、いやなんかこう名前って結構変わるなっていうなんかこうすごい漠然としたイメージというか。 うん、もう小川君だって清水君だって多分みずほ銀行がもともと何だったかもしれない。はい、三井住友だろうけどみずほ銀行それこそみずほ銀行はこの安田善次郎がつ作った富士銀行が入ってるし、うんえーね、安田財閥だこれはそれから、えー、日本工業銀行と第一勧業第一勧業だって勧業銀行と第一がくっついてるし。 え、三菱 UFJ の中の UFJ の三和銀行は三和っていうぐらいだから三つが一緒になってるし。しね、あ、三和も元々違うんです山口銀行とどこだったっけな<ぁ>昔覚えてたけど忘れてた、ね。俺も忘れちゃった。そうか。そうよ。これが一緒になってるし、今言った、その三菱住友だって住友の太陽神戸は太陽と神戸が一緒になって、それがまたみ住友に九州合併されてるし、どん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 小さくなる。そもそもだって、都銀って13個あったもんね。あったね。ね。<ー>北海道拓殖銀行まで都銀だったから。あ 東海銀行はもうなくなったでしょ。それが三つになってるし、はい、もうどん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 こんなんなんだよ。そのうち銀行やるか。うん、<も>そのうち銀,う悪口す銀行変悪口ですか。嫌いなの本当。いやもう銀行てっ嫌いもん <laughs> 人の金で商売しておいて偉そうだね。<laughs> <laughs> で、あの損保業界とか損保会社ですけど、大手三グループってまあさっきちょっとあのニュースニュースというかあの概要のとこでもちょっとお伝えしたんですけど、これ大手三グループが はい、9割ですねあい日本のシェアの9割は大手3グループっていうかまあ会社で事業会社で言ったら 4, 4社があるんだけど、ねはい、その MS&AD、うん、のああいう IOI シェア3本入ってるんでうん、うん、それが三ついすみとも会場と、うん、並行して MS&AD にあるからこれを同じグループとすればその3つでえー に日本ののシェアの9割を持っているんです<ー>これもだからその2000年代の金融ビッグバンで保険料あの自由化になったんでそれまではもう5層銭弾で、えー、どこで買っても同じ値段だから別に意味なかったんですよ。<ー>もうどこで買ってもおみんな一緒だから、うん、別に誰が経営してもできるじゃんみたいな感じ。 その保険業法が改正されて金融ビッグバンが起きて保険料があの自由化になって、うん、十,十数個ぐらい大きいところガシャーンと全い<ー>一緒になって三菱系の東京会場三井住友系、はい、それから安田財閥だったら安高夫が中心となってこの3つ今そこにいろんなものが、まあ、ぶら下がったとかガチャ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 って一緒になってます。 たのはその保険業法の改正で一緒になった方が効率化とかはできるしるねまあその文化があ,あの一緒だったらいろんなシステムの効率化とかいろんなもので、えー、コストは下がるし <laughs> 結局一緒になった方がっていうかもうちっちゃいところはもうやっていけなくなっちゃって吸収されてきたんですよそういうことですねはい皆さんいかがでしたか。 企業のリーダーシップや業界の変化について深く考えさせられた方は高評価をこれからの保険業界の未来に興味を持った方はチャンネル登録をお願いしますこの動画は企業の歴史や内部事情特に保険業界のダイナミクスについて詳細に語られていますここからいくつかの重要なポイントを浮かび上がらせることができますまず企業文化や経営スタイルの継承が。 長期的な成長や健全性にどのように影響するかが示唆されています特に三好社長や宮武社長のような歴代のリーダーの行動が企業の運命に大きな影響を与えたことが語られています会社の私物化用透明な経営は内部の信頼関係を損ね結果的に業績にも悪影響を及ぼすことがあることを示唆していますまた 業界全体の構造的な問題も指摘されています特に日本の保険業界が大手3社に集中している現状は競争を阻害し業界全体の革新を妨げる要因となっていますこのような河川状態は消費者にとって選択肢が限られ価格競争が乏しくなるというデメリットがありますさらに 企業のリーダーシップがいかにして市場環境や規制に適応していくかも重要なテーマです特に金融ビッグバン以降の自由化が企業の統合や競争戦略に大きな影響を与えたことが述べられています自由化によって企業が生き残るためには効率的な運営やコスト削減が求められ結果として大手企業の集中化が進んでいったことが理解できます動画内で 言及した具体的的なな事例と歴史的な背景は非常に興味深深く業界の知識が深まる内容です特に保険業界における共同保険の仕組みや再保険の役割についての解説は一般にはあまり知られていない内容であり皆さんに新しい視点を提供できたのではないでしょうかまたカルテルのような業界の観光についても触れられており 企業の行動がどのように法律や倫理に影響されるかを考えさせられます業界内での協調が時に不正競争や消費者への影響をもたらすかの性があることを指示しておりこれは経済活動における道徳的な側面を考える上で重要なポイントです最後に動画全体を通じて感じられるのは業界に対する深い洞察力と批判的な視点です 今後の保険業界がどう変化していくのか、また企業がどのようにリーダーシップを発揮していくのか、非常に興味深いテーマです。